ルヘッド解放トコドントコドン、シャベレット解放区の酒井です。本日はですね、フロントフォークを取り外すということで動画を作っていきたいと思います。まあ、フォークブーツを取り付けるためには、まあ、フォークブーツここですよね、ここにつけるあの蛇腹みたいなものなんですけど、それを取り付けるためにはフロントフォークを取り外さないといけないです。なんでまあ本日はちょっとフロントフォークの取り外しの仕方ということで動画を撮っていくんですが、結構大変なんですよね。まずここハンドル、このボルトを緩めないと、多分ボルトっていうかを緩めないとフォーク取れないんですけど、ハンドルに干渉してるんですよ。なんでハンドルも取らないといけないし、まあちょっとやったことないんで、この辺りですよね、ワイヤーの取り回しだとか、まあこの辺含めて、ちょっとやっていきたいと思います。あとジャッキアップですよね。ジャッキアップの仕方がちょっとわからないっていう部分もあるんですけど、まあちょっと本日は、フロントフォーク取り外しということで動画作っていきます。このチャンネルではですね、ショベヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、DIY、バイクメンテナンスやバイクについての話をさせていただいてます。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。同時にですね、動画の方、コメント、グッドボタンいただけるとすごく嬉しいです。もしコメントないよっていう方おられましたら、とことんとことんということだけでも入れといていただけるとすごく嬉しいです。 LINE の方でですね、公式 LINE とオープンチャットというのも作っています。はい、なのでそれちらの方も登録していただけるとすごく嬉しいです。はい、では本日動画撮っていきたいです。フロントフォーク取り外しということで、ちょっとこの辺、ここのあれはちょっと外してる、中見て外したりはしてるんですけど、やっていきますね。はいはい、じゃあとりあえずまずはここだね。まずこのワイヤー、フォークからこれワイヤーつながってるんで、ここをちょっと一回簡易的で外れそうなんで、そこを簡易的に外します。僕も今日初めてやるんで全然分かってないんですよね。ここのなんだっけ、これ取ったらいいんだよね。これが一番簡単かなと思ったんで、うわ切れちゃった。最初からスタートからごちゃごちゃになってる。しまったな。このなんだ、これを取るときはさ、結構さ、ラジペンじゃ取れん、結構取りづらいからさ、俺は結構このペンチでも砕くみたいな感じでいつもやるんだけど、砕きすぎたね。やべえ、これ一番めんどくさくなるタイプだよこれ、最初から。あ、取ったほら取れた、これ。こういう感じで、このラジペンも一応持ってきてたんだけど、ラジペンだと絶対滑るんだわ。だもんで、俺はもうこれ壊す感じで、もう握りつぶすみたいな感じ。暗くなってる。よし、これで、これワッシャーとか取っとくか。よいしょ。あれ。取れんね。錆びてるね。ここで、オッケー。ここにもちょっとあれ入ってんだ。ちょっと力入ってたよね。ね。まあいいか。これでまあとりあえず面倒くさ少なさそうだとは思うんだけど。こういうことか。じゃあ結局ここ外さなきゃあんのかな。ここ外すの嫌だったんだよな。まあいいか。とりあえずまあこれでタイヤはズボッと抜けるんで OK だと思います。じゃあ次ちょっとここを緩めときますね。ジャッキアップしてタイヤこれ緩めるんですけど、ここ仮で緩めといた方が後々やりやすいんで、ここ緩めときます。よいしょ。だぞ。ちょっとこれ大きすぎるよね。
い、とりあえずめちゃくちゃトラブってます。毎度のことです。ここない、道具がない。これ24なんだけど、ここで26なんですよ。ちょっと26じゃちょっと、25がいるんだけど、25のソケットがないから、これでいきます。デラコエがマジでいけるかな。待って、めっちゃ怖え。これでいいか。よいしょ、よいしょ。ああ、怖い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 。うわ。ちょっと待って。よし。よし、ちょっと待った。声がこう舐めるし、よいしょ、よいしょ、タイヤ外すんだけどめっちゃ大変やん。よいしょ、よし、うん、よし、オッケー、こっちがオッケー。で、次はこっちだね。次ここ見えるかな。これだね。これ取りゃいいよね。これどうなってんだ。あー、締め込むだけか。よし、また動画ぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃの動画になってるよな。これぐちゃぐちゃの動画になってる。よし、これでいらない工具はしまってった方がいいんだよね。絶対にごちゃごちゃになるからさ。うん、まあけどフロントフォーク外すぐらいは別にそんなぐちゃぐちゃにならん。うわ、なんかこれ怖っ。なんかトラブル起こしたくないよ。あ、これダブルナットになってるんだ。向こう側にもう折った。向こう側を回した方が良さそうだ。うん、ね、危ない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 。よいしょ、よし、回ったね。お、なんかこれ開いてきたけど大丈夫か。いいか。ちょっともうちょい、もうちょい、もうちょい締めとくか。 OK。 はい、じゃあこれとりあえずフロントタイヤ取れるんで、あ、じゃあ次あれ取ろうか。フェンダー、これ映ってるから、フェンダー、ここここにあれがあるからフェンダー取るわ。フェンダーね、フェンダー、フェンダーも変にさ、よいしょ。なんでこれ全部こう、よし、六角だもんね。マジか、なんかめんどくさい作りしとんね、これ。よいしょ、よし。で、俺こういうのを外したときにこれまたこうやってつけとくんだよね。うん、こっち、よし、こっちは出てきた。うん、これもこんな感じで、うん、よし。じゃあ反対側ね。反対側カメラ、まあいいか、このままでいい、見えてる、まあいいか。ちょっとカメラ面倒くさいんで、よし、よし。また作業が始まったね。やりますよ、酒井は。また共回りしちゃってる。まあ作業場が狭いっちゅうね。作業場が狭すぎる。
これでフェンダー外れますんでね、はい、フェンダーはボルト4本です。よいしょ、はい、取れた、サビサビか。よし、これでまずちょっとフロント準備できたんで、ちょっとカメラ変えますね。はい、次はハンドどうしようかな。これハンドル外そうかな。ハンドル外すか、うん、ハンドル外そう。ここなんだよね。あ、危な、危な、怖ぁ、やべえな、これ今日やべえぞ、これ今日やべえよね、これなんか雰囲気ね。こうやっぱね、作業って難しい。このスタンドがいかんのね、やっぱね、うん、これ見えてるかな、ちょっと近づけようか。よいしょ、ここ下から見てもらえると分かるんだけど、ここだよね、これ反対側にもあるんだけど、まずここ緩めます。こんなんじゃねえの、え、よいしょ、熱くなってきたぞ。ボックス、ボックス、あ、これちょうどいいじゃん。危なかったね、マジで。これね、ちょっと事前にちょっと緩めてあったんで、はい、ほら、ちょっと緩んできたよね。これでハンドル取れるんかな。ハンドルって、もうハンドルって言ってもここ、このメーターからガボってただずらすだけみたいなことを考えておるんですよ。うん、ちょっと一回こっち側を抜いて、元に戻りませんとかって嫌だよね。ちょっとこっち側を抜いて、はいはい、投げなきゃ。これでハンドルがいけた、そういうこと。よし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 、じゃあ反対側、ちょっと待って、どうしよう、ちょっとこれつけとこうか。今からこれジャッキアップするもんでさ、ちょっとつけとこうか、すぐ取れるようにしきゃいいよね。うわ、舐めるか、もう暑い、もう夏、まだ夏だ。ちょっとこれちょっとかましとこうかな。ねえ、後から取れるようにしといた方が。よし、ちょっとこれぐらいでしといて、でちょっと待ってよ、これまたスタンドがガニャンになるもんで、ハンドルを切る。これ何も見えてないよね、くちゃくちゃなってるよね。けどちょっとこのカメラアングルで活かして、あれ、閉めてたわ。こっちをちょっとじゃあ緩めるね。よし、オッケー。これで大体ことは当たった。これをちょっとつけときゃいいんだよね。はい、オッケーです。次にやることは、ジャッキアップか。これでもう取れるもんね。これでもう大体取れるよね。あと、ここだよね。ここ緩めて、
やればあと取れるもんね。よし、じゃあキャッチします。はい、一応ですね、今もここワイヤー取りました。ここにあるんですけど、今もう取っときました。やっぱりどっちしろワイヤー外さないといけないなと思ったんで、あとこれって多分このなんだ、このブレーキのこれなんつうんだっけ、これこいつを固定してる部分じゃないのかなって思うんだよね。ちょっとここ緩めときますわ。なんとなくそんな気がする。あれ OK、 ここ緩めときます。これなんかあーかん、買った。じゃあ世界の最強工具万力棒、うわーすげえ音したで。これなんかけどさ、油圧じゃないからさ、ちょっと俺いいんだよね。何がいいかって、なんかこれ回ってない。あーなんか怖いな、これなんかこれ空回りしてる気がする。え、舐めた、折れた、どういうことなんだ。あ、切ってた、浮いてるもんね。危ね、びっくり、怖っ、マジでめっちゃ怖いわ。そうか、これメッキしてるからさ、まあいいや。よし、じゃあジャッキアップしていきます。はい、これノンカットノンカット、よし、怖いな。よし、ジャッキアップしていくよ。ジャッキアップ、カメラ倒れるかもしれんよ。ちょっと待って、これジャッキアップしていいよね、段取りいいよね。ハンドルもすぐパッと外せるし、これジャッキアップ、入んねえ、そういうことか。ね、ほんじゃ、よいしょ、やべ、カメラが落ちた、バリってるバリってるバリってる、よいしょよいしょ、はい、カメラワークとか難しいんだから本当に。よいしょ、よいしょ、よし、これでいいのかな。ちょっと離しとくわ、これぐらいでいいか。で、これを入れて、これを入れて、マフラーのとこ、マフラーのとこ、なんだこれ。よし、これぐらいでいいのか。よし、さっきがね、人一人の作業って大変だよね。手伝ってほしい。もし OK、 いいね、 OK、 はい、ジャッキアップちょっと成功、ちょっと待って、これだけ浮いてればいいか。はい、見て、こんだけ浮いてりゃいいよね、いけるよね。はい、タイヤこんだけ浮いてりゃさ、もう取れるもんね。おー怖っ、よし、はい、じゃあタイヤ取ってきます。よし、はい、ちょっと取ってきますって言って取れるんかな取ってきたい、よし、取れるか。
でよかったのか。よいしょ。スコーンこれ取れるはずだよ。なんか嫌な予感がしてきたぞ。あ、こっち反対側もこれもう手で取れるわ。で、これも緩んでたらこれシャフト抜けるんかな。これどっちに抜くのシャフト。ねえ、どっちに抜くのシャフト。なんかどっちに抜くんだろう。ふくらはどっちに抜くんかな。こっち。あ、抜けてきた。なんか落ちたぞ。なんか落ちたぞ。なんか落ちまた落ちたぞ。何を、あ、これか。向こうのワッシャーだ。こういうのちゃんと取っとかなきゃね。うん、覚えとかなくてもいいとは思うけど。よし。これで。うん、いや、向こうから抜きゃいいんだな。叩きゃいいんだな。オッケー。オッケー、オッケー。よし、叩きまーす。あ、これ鉢入らんか。よし、もう抜けるでしょ。もうグラッとなったもんね。よし。車体がグラッとならないことを祈ってフォークを抜きます。フォーク抜きますじゃなくてタイヤを。あ、結構スッといった。で、これでスッとスッ、やっぱさっきのとこやん。さっきのここね、裏側の緩めてカチンっていったとこ。これ裏側のさっき、これ向こうに行くんか。あー、向こうに行くんだ。向こうに行ってこのブレーキのこれを外し、はい、外した、はい、サビサビ大丈夫で前に出す。オーライ、オッケー。はい、タイヤ取りました。次は何や。よし、次は、あ、そうか、そうか、ここ、これどこ、ここか、これか、こいつ、ちょっと待って、今カメラ、次はこれだ、ここ、緩めとけばよかったんかな、まあ、これはけど、そんなに、けど、これ怖いね、浮いちゃっとるもんね、うわ。段取りいいよ。これ稀に見る段取りの良さじゃない、皆さん。社会として稀に見る。ちょっとけどね、今日はね、作業の時にね、作戦組んでた。どうやってやろうか。よし、よし、さい、せい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 。よし、これで。ハンドルをずらしてこのトップを取れば取れるはず。ある程度でいいよね。よし、ここで最悪、お、ほらほらほら、見える、こっちほらグラッとしてるもん。よし、よっしゃ。で、ハンドル取りますね。ハンドルここね、さっき、この間さっきやってた、これはもう今簡単。ここほら、これ取る、ここを取って、反対側も取ったらこのハンドルがずれてここのナットを回せれるっていう仕組み、多分。よし、やってきます。よいしょ。どうや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 、これやな。今日は段取りいいぞ。今日は段取りいいぞ。
取れた。よし。で、反対側取る。反対側もさっき緩めといたから、すぐ取れるはず。最悪、ここの最終のナットがさ、あ、はい、はい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 、みんな見て、見て見て見て、はい、ここを出したんです、やっと。ここと干渉してて、あれが入らなかったんで、ここ、よし、はい、ちょっと痛っております。はい、最悪なことが起きました。はい、理由はですね、ここにソケットが入らない、この間がこれに干渉、このヘッドライトもこれに干渉しちゃってソケットが入らない。はい、なんでちょっとここなんかちょっとずらしてきます。はい、ここのボルトを取ったらこうずれたんで、これでいけると思います。これでこれが出てきたんでね、これを出したんで、こっちもちょっとずらせば、はい、ではやってきます。はい、映ってるかな、ここ今これずらしたんで、ハンドルとこれをずらしたから、あとこれを取ったら俺は取れると思ってるので、一応ここが35mm で、多分ちょっとあれだけど、まあこれで舐めることはないと思う。でこれ閉める。よし、これさあ、舐めるなよ。いきます。これで力入れすぎると車体が今浮かせてるんで嫌なことになりそうなんで、よし、きた。けど車体もめっちゃ揺れた、めっちゃ怖い。よし、じゃあまずこっち側はちょっと置いといて、まずこっちの様子を見よう。なんかこれもしかしたらビローンとかってネジ出てくる場合も考えられるんだよね。俺ちょっと分かんないんだよな、これネジ出てくるタイプかな。ちょっとここ外してないわ。ここね、カメラ映ってるかな。もうしょうがねえよ、今日はもう特貫だ、毎回だ、毎回特貫だ。怒られる。よし、これでこっち回すとこか。これでここ回ったんで、うわー、これネジにボルトに穴開いとるやん。これビローンって出るタイプかな。なんかそんなのなかったっけ。まあやるしかねー。あ、取れたけど出るタイプかな。パッキン入ってるわ。けどこれで抜けるんじゃないかな。ちょっといや、抜いてみますよ。いきますよ。なんか抜けん、なんか力入ってるぞ。うえー、ちょっとじゃあこれ、ちょっとこのネジもう一回戻して、え、ネジかませて、ちょっとかました上で叩く。あ、そっか、これ効いてないか。ネジ山舐めたらアウトだからね。よし、これで今1ミリぐらい、これ叩いて動けば、いや、これ動かん。どういうこと？どういうこと？はい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 。まだなんかあんの？作戦が違う。いや、なんもないよね、これ。いくら、うわ。ちょっと一旦動画撮ります。
はい、今ですね、ここ一応ここ取れないからさ、こっち全然フォークが、だからこっちもやってみようと思ってここやったらさ、めっちゃ硬くて車体が倒れそうになるんで、これインパクト落ちました。これ左回りね、インパクト、はい、でインパクトで外します。あれなんだこれ、なんで入らないんだ。よし入った、 OK、 これインパクトね、 35mm。これめっちゃ弱いぞこれ、4が一番強いんだよね、ほら、逆だった、やべ、舐めるとこだった、やべ、舐めたかな、なんだこれ、なんかインパクト壊れてない？わかりました。インパクトあるで、エアーの方を緩くしてたわ。俺前あれびっくりしたな。はい、回ったよね。え？回ってるよね。よし、オッケー。めっちゃ怖かったな。こっちがスッと抜ければあれだよね、こっちがスッと抜ければいいんだけど、一緒だもんね、マスクとりあえず。はい、抜けました。で抜けろ、うわ、抜けん。これなんか硬い。もうわからん。いや、わからんわ。これめちゃやったらフォークがダメになっちゃうもんね。これで抜くだけなんかな。もう、俺が今思い当たるとか全部緩めてるんだけどな。ちょっとカメラ。あ、そっか、よいしょ、もうないっすよね、もうないよね。これで外れって予定だったんだけどな。ここ緩めてるもんね、もうここ完璧緩めてる。でさっきここちょっと下広げた、うん、はい、今抜けました。諦めて動画終わりますって言いましたけど抜けましたね。テーパーになってるんですよこれ、うん、ここね、まあ上からちょっと叩いただけなんですけど、うん、ちょっとこっちちょっと一回やってみましょうか、同じやり方で。こっちまだつらい位置、ここつらい位置になってるんですよ、うん、ちょっとね、ちょっとやってみようか、やれるかな、うまく。本当にただ叩いただけなんですけど、ちょっとハンマーを重いハンマーに変えてやったんですよ。ちょっとやってみましょうか、いけますよこれ多分。これが果たして正解かどうかは分かんないです。いきます。
やばいな。硬い。ちょっとやばい。なんでこっちは取れたんで、この方法で取れると思います。ちょっとこっちもいろいろやらん、こっちスタッフとか開いてなかったから、うん、ちょっと一回ちょっと見ますね。今下のここ広げたんで、下のここちょっと広げて、これちょっと叩いてみますわ。あれ落ちてこない。これなんかさ、フォークの落ちてこない。なんでだろう。怖ー。反対側はただ叩いて抜けただけなんですよね。じゃあブリュかということで、まあ、ちょっともうあとちょっとだと思いますんで、本日はこれで動画終わりますね。はい、あとはもう叩けばいいだけだと思います。ここでなんかね、この中が、ここの中ね、どうなってるかちょっと分かんなくて、そこを叩くのやばいなと思ってて、うん、で今こうやってここは広げてるから、ちょっとはまあいけると思うんだけど、まあ硬いんだよね。うん、はい、じゃあ本日動画終わります。ありがとうございました。はい、それじゃあ5000人チャレンジ企画やってきます。前回が3583人ということで、今回は、3597人ということで14人の方が増えました。ありがとうございます。はい、なんで14人なんで1400円ですね。ちょうどここ400円あったんで、で500円2枚用意しといたんで、5人10人1234人ということで、ありがとうございました。14人の方ありがとうございました。はい、じゃあ、まあ、今日の動画なんですけど、一応フォーク大変だって、まあ2本1本だけ抜けたとこ見ていただいたと思うんですけど、結局もう2本抜けました、なんとか。なんでこれにフォークブーツを次回は取り付けていきたいと思ってるんですよね。うん、でまあ、取り付け方法っていうのは一応僕なりにちょっと考えて作戦はあるんですけど、まあちょっとどうなるか分かんないというところですね。はい、なんでまた次の動画も楽しみにしておいていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。